新しい朝が来た希望の朝だ。どうも皆さんおはようございます。ボクシングです。ということで、今回のテーマ。なんと、こんなフォートナイトは嫌だをツイートして皆さんにリプをいただきました。えー、紹介していきたいと思います。No.1。ささみさんからのお便りです。 えー、毒入りのポーションが混じっているいやー毒入りのポーション混じってたらやだっすねさすがにちょっと怖いっすよねなんか毒か入ってるかわからないんそのハラハラ感は味わいたくないですね続きましてよしさんからのお便りになりますえー、みんな戦わない100人みんな、えー、焚き火で勝負 いやですね。開幕ね、もう武器もない、桑もないんでしょうね。これみんな戦わないんですからね。焚き火で勝負ってなるともうジャンプ、資材もないのかな。ちょっと嫌ですね。続きまして、アファイさんからのお便りです。えー ワンマッチごとに広告流れて運営カッポカッポっていうことで。いやー、これしんどいですね。うん、開幕しして、またかよーみたいな。また広告だよーみたいなね、ことはやばいですよね。これはね、嫌ですねなんか出会い系サイトみたいですよね。なんか最近ちょっとあの動画で見た、あの、なんて言うんでしょう。あの、声だけの、声もマッチングするサイトみたいのを発見したんですね。なんだっけな。こ、 カエモンみたいな感じなんだけど、わかんないけど。うん、そんなようなやつですね。続きまして、七輪さんからのお便りです。うん、ビクロイの後にラスボスが現れる。うん、やだあのそっからなのね。うん、ジョあれ、まあ言う、言うたらもう前菜みたいなもんだったのね。うん、韓国で言うキムチだったのね、ビクロイは。うん、やばすぎということでえ。続きまして、ケダモノちゃんさんからのお便り。 うん、死んだ敵がゾンビになってよみがえる、うん、なんか違うゲームだなそれもこんなフォートナイトまあフォートナイトだけれどもゾンビ出ちゃったついに続きましてヤギ太郎さんからのお便りですえプレイするには、えー、銃の所得許可が必要めんどくさいうんなんかあのあれでしょ銃刀法のなんかあの免許が必要ってことでしょ、うん、めんどくさいです 続きまして、ダイアレットさんからのお便りです。うん、建築物にボクシングの顔が書いてある。みんなも嫌だけど、俺も嫌だよ、それ。うん。いやいやあの、あなたたちがね、あの、嫌かもしいやもう100歩譲って嫌かもしん。僕も嫌ですからね、それ。僕も一緒ですから。僕の顔が建築物に書いてたら僕も嫌ですよ。はい。やめてください、本当に。 続きまして、リベリオンさんからのお便りです。敵の名前が全部、リンゴ星人。はあ、リンゴ星人です。やられちゃった。リンゴ星人です。やられちゃった。リンゴ星人です。疲れますね。続きまして、ハロチンさんからのお便りです。結局、課金する人が強くなる。これ嫌ですね。課金ゲーになってしまいますからね。これ嫌ですね。大体課金するゲームって、 課金して強くなるゲームって結構一人称が多いんですよ。敵と戦わないそのコンピューターと戦う、なんかあの、例えば、えー、パズドラ、モンストとか、そういう系なんですけど、こういうなんか人と戦うゲームでなんか、あれですよね、強くなられちゃうと、結局お金持ってる人が勝っちゃうっていう、うん、世の中だ。続きまして、RBB さんからのお便りです。 敵が全員忍者さん。絶対に嫌だうん、もう、やばいですよ。エイムゴリゴリで、もうずっといろんなとこから撃ってきますよ。いろんな敵が。100、もう99に忍者さんだったらいろんなとこからもう撃たれてしまう。とても、勝てる雰囲気がしないですよね。嫌だ。続きまして、リルーラさんからのお便り。これちょっとね、最初の話題に似てますね。うん、毒リンゴ。 うん、もうなんかもう見た目でわかりそう、うん。もう赤くないの。もうキノコみたいに青いの。リンゴなのに。うん、毒ですえ。続きまして、ナッカーさんからのお便りです。ダメージ受けるたびに、消えたやろ、消えたこれ嫌ですね。なんかもう煽られてる、もう煽られてる感満載ですよね。もう敵が撃ってくるたびに、消えたろ、消えたろっていう、敵の方から聞こえるのか自分が言ってるのかわかんないですよ。 嫌ですね、これは。続きまして、バニーさんからのお便りです。ミニガンの一発のダメージが100。もう2発当たったら、フルアーマーでも死にますからね。これ嫌ですね。これ最強。てかもうバランス崩壊なんでね。これはもうどうしようもないですよね。嫌ですね。続きまして、アッファイさんからのお便りです。スキンが、全員、ジョン・カビラ。はははは。 ジョンカビラです北沢さん続きまして、ココアさんからのお便りです。スキンの顔がボクシングさん。これ絶対に嫌だ。これで、ね、僕も嫌だ。うん。あの、皆さんも嫌だかもしんないけど、僕が一番嫌だ、うん。強いよ。この、僕のこの嫌な気持ち強いよ。うん。皆さんにより勝ってるかもしれん。続きまして、シチリンさんからのお便り。降りれない。はははは。 あのー、な、なに <laughs> ただ、気球で、フューってマップを通り過ぎて終わり。な <laughs> んでしょうね。そのゲーム、嫌ですね。続きまして、スクルトさんからのお便り。シーズン5の最後のスキンが、西谷監督。<laughs> すいません。ちょっと、僕の知識不足で、この野球の、高校野球の監督さんかな、これ。 申し訳ないんですが、ご存じないんですよね。すいません。西谷監督さんも、すいません。名前使、使わさせていただきました。すいません。続きまして、タンポポおじさんからのお便り。シーズンが変わるのが4年に一度。長い長いです、うん、オリンピックみたいになってるけど、4年に一度しかシーズンが変わらない長っ。 アップでもないのっていうことだよね。やばいね。続きまして、つばきさんからのお便り。運営がボクシング。これやばいっすね。もうチーミング、ピースティング、もうすぐバンもうすぐバンもう一緒にちょこっともういただけば。もう、やばいよ。もう絶対王政なんで。僕も嫌だけどね、そんな上。ははは。 続きまして、坂さんからのお便り。ポーションを飲みすぎると、おしっこが近くなる。いやだなぁ、これリアルなやつやん、これ。もうゲームとつながっちゃいましたね、ついにね。人間も、人類も。とうとうそういう時代が来ましたよ。続きまして、じゅんじゅんさんからのお便り。ドアを開けたらボクシング。 僕も嫌だよ、それだから。僕のネタは僕も嫌だから、やめてください。続きまして、ミニエモンさんからのお便りです。ボクシング臭そう。これ、ただの悪口だからね、これ。言っとくけど。こんなフォートナイトは嫌だじゃないから。ボクシングの悪口講座だから、これ。違うから、これ。 やめてください、本当に。はい。続きまして、ジョンニオーさんからのお便りです。ラマを開けたらサノスが出てくる。これ嫌ですね。突然ね、ラマ開けて、よし、資材回収しよう。ドーンって来ますからね、サノス。しかも、あの、初期サノス。あの、めちゃくちゃ強かった時のサノス。もう、たまんないっすね、そんなことあったらね。ラマではないですよね。 続きまして、ウユウさんからのお便りです。シーズン6になる頃には建築ができなくなっている。もはやフォートナイトではない、これ。うん。これは、もう、フォートナイトのマップ、キャラクター、武器、しかしながら、建築ない。別ゲーだね、これ。続きまして、アッシュさんからのお便りです。マップが世界地図。 でかいでかいな、おい次はロシア攻めよう。次は中国攻めよう。でかいんだよな、規模が。もう、こんなね、走ってていけないですよ。もう戦闘機乗らなきゃ間に合わないぐらい遠いんでね。ちょっとこれは嫌ですね。はい、ということで皆さん、えー、ツイッターのね、リプ、えー、ご協力ありがとうございました。今回は390件の 返事が来て、私、とても満足しております。ということでね、えー、皆さん、良い一日を。では、バイ。